転生するまでの間、死後の世界はどのように過ごしているんでしょうか。ごめんなさい、言えません。俺はもう面試部でしか言えない。まあ面試部でも確認取ってから、うん、だってそれでダメですって言われたらもう言えないでしょ。言えないし言わない。その言えないっていうのは世界の、 あの存亡に関わるから。存亡とは破滅に関わるから。良くも悪くも人は業が強い、要は欲が強い、自分勝手、みんながみんなとは言わないよ。でそういう知識を得た人に何をするかって、科学を得たから化学兵器を作った、化学兵器を作ったら爆弾を作った、爆弾を作ったらどうしたって、はじめは些細なさことかもしれんや。水とは何からできてるし、でも突き詰めて原子力、プルトニウム、その先に行き着いたのが核兵器だよ。そうだよね。じゃあ些細なことで、あの世ってのをこういうもんですよってチラッて言ったら、頭のいい人とか自分勝手な人がどう思うかっていう。100年後、200年後、もしかしたら1000年後、あの世に意図的に生きる力を、力っていうかさ、機械を作ったらどうする。でお金を積んで、そうしたら向こうのあの世の人の命を救ってこれるってさ、お金持ちの人がさ、大金積んでさ、あの世から母親とか父親とか引っ張ってくる可能性があるやん。なるね。そういうのを防ぐため。